福井県立竹尾商業高等学校は福井県越前市下久島町に所在する公立の商業高等学校。通称は武署。1965年4月開校。2002年文部科学省から次世代 IT を活用した未来型教育研究開発事業の指定を受ける。2020年度から福井県立竹尾工業高等学校と統合して、 福井県立武雄商工高等学校が新設されている。正式な会社名は武将デパート株式会社である。平成2年から始まった武将デパートは3年生から36人ほどが課題研究という事業の一つとして選び実行委員となるものである。主な役職は社長、副社長、営業部長、総務部長、特設部長やサービス、販売促進、 営業、庶務用土、会場設営、経理、特設一課、特設二課、特設三課などの課長がある。また、営業課の中にインテリア、スポーツ、おもちゃ、花、植木、漬物、海産物、和菓子、特産物、カバン、ケーキ、パン、お菓子、靴、雨具、乾物,物、洋服、生菓、陶器売り場が存在する。生徒の人事配置は、 シ務用土課課長が行う。本校の生徒は、武将デパートの際は従業員でもあり、また株主でもある。入学の時に一人1000円を払い、卒業時に返還となる。武将デパート株式会社の発行株数は8000株で、本校の生徒と教員で500株を所有する。残りの1500株は、社長保有となる。よって、会社法により、もし、 生徒及び教員が全員は、議決に反対しても51%以上の株数を持っている社長の採決が決定となる。なお、定管は以下の通りである。部活動においては、フェンシング部はインターハイの常連であり、五輪候補の選手も輩出している。バドミントン部がインターハイの出場を決めるなど、競合チームの仲間入りを果たそうとしている。野球部においては、 春夏ともに、福井県の地方予選でベスト4が最高成績となっており、春の高校野球選手権において、21世紀枠の候補にも上がった実績がある県内の競合校である。男子サッカー部も、県ベスト4、公式テニス部も過去にインターハイ出場の実績がある。運動部が10部、文化部が9部あり、商業高校ならではの商業研究部がある。吹奏楽部も、 小編成として、中部日本吹奏楽コンクールで、文部科学大臣奨励賞、東日本学校吹奏楽大会で、第1位金賞、全日本アンサンブルコンテストで金賞などの受賞歴がある。近年は、部員が増え大編成となり、中部日本吹奏楽コンクールで、文部科学大臣奨励賞、全日本高等学校選抜吹奏楽大会に、連続出場。 2013年より、全日本水奏楽コンクールにも連続出場している。福井鉄道、イエシサ駅より、徒歩約15分。ありがとうございます。